皆さん、こんにちは。エクシンジャパンの中川と申します。大変ご無沙汰しております。皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。さて、今回は、サイアムサービスノースジャパンウェビナーとしまして、開催させていただきたいと思っております。まず、このサービスノースということなんですけれども、スコーピズムが中心となって開催しているハイレベルなイベントです。時代に合った柔軟なサービスマネジメントなど、ディスカッションする場として、毎年秋に実施されているイベントなんですけれども、去年はですね、COVID-19 の関係で延期となりまして、本日と明日の2日間、オンラインで行うという形で、実施されることになりました。オンラインで、なおかつグローバルでということなので、私ども日本ですとか、あるいはブラジル、インドなんかにも声がかかりまして、ぜひ日本の方、あるいはブラジルの方にもご登壇いただけないだろうかという話がございました。BIG2NEXT の鈴木さんがグローバルのイベントの方でもご登壇されます。その絡みで、日本でもせっかくだから同じ時に行おうかなと思いまして、今回のサービスのジャパンと称しまして、サービスマネジメントのハイレベルなところを少しディスカッションできればなと思っております。今回ご登壇いただきますのは3名のご登壇者の方です。さて、私の方からはですね、簡単にスコーピズムが実施したサーベイ、アンケートですね、これについて簡単にご紹介させていただきたいと思っております。サーベイには大きく3つのグループから回答をいただきました。1つは、サイアムはまだ行っていないんだけれども、今後マネージしていきたい、そういったことを計画しているというグループ。2番目に、すでにサイアムを導入していて使っているグループ。そして第3番目に、サイアムのコンサルティングであるとか、ソリューションを提供している、そういった企業さんからの回答ということで、この大きく3つのグループからの、回答となっています。中の今回は特に、サイアムを使っている企業さんたちからの回答を中心にピックアップいたしました。まずは、回答いただいた方の属性なんですけれども、42カ国から回答が、来ておりまして、2020年ですね、2019年と比べますと26%増、参加者が増えたという形になっています。特にそのイギリス、オーストラリア、インドが回答数が上位を占めています。これはサイアムの利用を実際使っていらっしゃる企業さんと、それからサービス提供のグローバルセンターを持っている企業や、事業者さんですね。そういったところを反映しているのではないかということですね。特に、インドの増加が顕著でございまして、大手サービスプロバイダー、タタコンサルティングサービス、ウィプロなどが非常に成熟した IT サービスマネジメントのアプローチを持っているということで、ここを中心に、ここに牽引をしているといった感じになっているそうです。そして、回答してくださった方々の年齢層なんですけども、やはりサイアムというのは、シニア層のコンサルタントがやっぱり多いですので、年齢的にも40から60歳のところが51%、半分以上占めていて、その手前、31歳から45歳の方が34%ということで、約8割がこのミドルエイジからちょっと上の方が参加されているということになっているようです。さて、そのサイアムも実際に、インプリってちょっと変なんですけれども、していて、使っていて、そして、いる企業さんの中での、そもそもサイアムに対して、なんで戦略的にこれを採用したのかっていう、そのドライバーとなること、推進力は何だったのかっていう、この質問です。で、ここでは、基本的には既存のベンダーさん、サプライヤーさんのパフォーマンスの向上とコントロールを、向上させたいというのが主な理由で、この上位2つに関しては、毎年このサーベイ、アンケートを行っているときに常に上位に来ているそうですが、
ここ3年間では特にここが強くなってきているということです。お客様企業では、採用モデルにおいて、自らの役割を理解して、サービスインテグレーターがサービスプロバイダーと連携するための自律性、こういったことを認めることが重要というようなコメントも書かれておりました。さて、サイアムにその移行するのに実際どれぐらい時間かかったのだろうかといったところでは、一番左が1年未満、1年から2年、2年から3年、まだ終わっていないといった形で、ここには回答されてますけれども、この非常にこれはばらけています。ほぼ均等化されたて分布されているので、コメントなんですけれども、有識者の方のコメントとしては、サイアムの全工程を念頭において回答している人と、今直近のプロジェクト、サイアム関係のプロジェクトに注力して回答している人もいるので、こういうふうにばらけたのではないかというコメントですね。で、なおかつ、これちょっと書かせていただきましたけれども、1プログラム中で完結するサイアム変化がほとんどないと。むしろ数年に及ぶロードマップ上に相互依存関係を持って、組織の個別の課題や環境の変化に対応して反復的に実施されるプロジェクトがいくつかあるのが普通ですということですね。なかなか面白いですね、コメントが。そして、あとこのサービスインテグレーターですね。サービスインテグレーターの構造はどんな感じですかということで、社内、社外、ハイブリッド、あるいは主なプロバイダーさん、サプライヤーさんが牽引している、この4つのパターンの中では、ハイブリッドが一番多かったですけれども、次は社内サービスインテグレーターですね。で、ここ数年、やはりその社内の方々がサービスインテグレーターというポジションを取ってくるというのが増えてきているそうです。やっぱり事業を知っていて何をしたいかっていう決定権を持っている人がサービスインテグレーターになるっていうのが、一番理想的は理想的だとは思うのですけれども、そういった形で、実際に運営している方々たちはこういうふうに考えているということですね。そして実際実施してみて、どんなメリットがあったのか、あるのかといったところでは、サイアムを熟知した成熟した IT ベンダーを利用すると、IT はビジネスをよりよくサポートできるようになるでしょうというふうに、有識者の方がコメントを書いてくださってます。一般的な IT ベンダーよりもビジネス要求をよりよく、より早くサポートすることができるということなんですね。で、その結果として、この一番上に、レポーティングがやっぱり一番満足しているというふうに出ています。ですから、いろいろななんて言うんでしょう。サービスがうまく連携をして統合されて、その中から出てきた様々なデータ、これが非常にシームレスな形で良い報告となって上がってきているということだそうです。またあとは、サプライヤーのパフォーマンスが向上したりですとか、サプライヤー間の連携が非常に強化されたといったところが、思っても意図としたところがうまくはまってきているっていう形のようですね。そしてでは逆になんですけれども、どんな課題が今現在、見えてますかですとか、チャレンジしなければならないですかっていったところで出てきているのが、この組織変更管理と新しい行動の定義っていうのが一番トップの課題になってきています。つまり、このサービスインテグレーションをしていく過程の中で、どうしても組織を変えていかざるを得ない、組織ごと変えて柔軟に対応していかなければいけないというところがあるようです。ですから、オーガニゼーションチャンジマネジメント、この辺が非常にキーになってくるということです。サイアムをさけコメントですけども、サイアムを経験した組織は移行初期の組織よりもこの点を高く評価しています。これはサイアムエコシステムには構造やガバナンスだけでなく文化や行動の変化が必要であるという理解が評価されたというふうに、コメントが書かれていますね。ですから、単純にそのコスト削減だとか、
単純にそのパフォーマンスを上げるっていうことではなくて、本当にその企業さん自体の、組織だったり、あるいは人々の行動だったり、考え方だったり、そういったところにも影響があるっていうことが分かり、なおかつそこがチャレンジであるっていうことのようですね。重要なスキルや能力っていったところでは、まあ、IT サービスマネジメントはそうなんですけれども、これやっぱりね、組織変更マネジメントとか、ビジネスリレーションシップですとか、そういったところが重要になってくるということが書かれていますね。簡単にこの、サーベイのいくつかを紹介させていただきましたが、現在この英語のレポートはスコーピズムの、ダウンロードというタブの中に入っております。ぜひ英語で見ていただいてもいいですし、現在これ日本語化してまして、ゴールデンウィーク明けぐらいにはご紹介、まあ、皆さんがダウンロードできるような形になるんじゃないかなと思います。ただ、こんなふうにかっこよくはできてなくてですね、ワードの、ドキュメントを翻訳したと。いうのはちょっと体裁はそんなにあれですけれども、皆さんに読んでいただけるような形でご提供できるかと思っております。今日の夜に弊社から発表があるんですけれども、統合並びにキャリアアップ資格がサービスインテグレーションマネージャーというのが発表されます。これは何かと申しますと、皆さんがすでにお持ちの SIAM とかお持ちの方いらっしゃると思います。ベイズもお持ちだったり、まあ、やっぱりこの SIAM をしていくときに、クラウドに関する基本的な基礎知識、知見が必要であるといったところから、こういった形で、もし皆さんがいくつかの資格を集めると、漏れなくサービスインテグレーションマネージャーという資格が、取得できるというような、プログラムです。ゴールデンウィーク明けぐらいには、弊社のウェブページでもご紹介できるかと思います。私の方からは簡単にアップデートをさせていただきました。これから中さんにご登壇をお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。